かね。これ安いの後ろに。はい、お待たせしました。それでは始めていきます。今日は何を始めるの。今日はですね、蘇ったイエス様というテーマでメッセージをさせてもらいます。今日の御言葉の箇所はヨハネの福音書20章27節です。最初にお祈りします。愛する天のお父様、愛する主様、これからのメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主自身が一人一人に御言葉を深く語ってください。お願いいたします。主に委ねます。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。では最初に今日の御言葉をみんなで一緒に読みましょう。今日はヨハネの10章27節です。新しい聖書、新改訳の新しい本を持っている人は224ページです。古いのしか持ってません。一つ前の持っている人は205ページです。新しい方の人は224ページ、右下のあたり。一つ前の2版持っている人は205ページの上の真ん中あたりを、開いてください。もうみんな開けてるのか。赤いのが出てきた。目が回ったよ。赤いのが出てきた。ヨハネの20章の27節です。はい、じゃあ、聖書でみんなで一緒に読みましょう。ヨハネの20章の27節です。最後の方ね、ちょっと長いんだけど、最後の信じないものにならないねっていう最後のと思うから読みます。せーの。信じないものにならないで、信じるものにならない。はい、ということで、ここからよみがえったイエス様というテーマで今日はお話をさせてもらいます。賛否のようなものにならないで、突然ですが、皆さんはどんな時に朝早起きをしますか。勝手に起きる。勝手に起きる。朝みんな辛くない。大丈夫。早く寝た時早く起きるね。7時に起きたと。うん、いろいろあるかもしれませんね。白馬の時。ねえ、何か嬉しいことがあるんでしょうか。あっちゃん白馬の時大体寝てないの。そうか。とても大切なことがあるときとか、嬉しいことがあるときとか、みんな朝ガバッとすぐに起きれるかもしれません。その前に眠れないかもしれません。今日ね、おばあちゃんと帰りました。ああ、そうなんだね。そういろんなことがあるときね、早く起きるかもしれません。で、マグダラのマリアという人もとてもある日早起きをしました。マグネットのマリア、なぜかというと、仲間の女の人たちと一緒にイエス様のお墓に行って、イエス様のお体に良い香りのする油を塗るためだったんですね。イエス様のことが大好きだったマリアたちは、イエス様が十字架で亡くなってからも何かをして差し上げたいと思ったんですね。ところが彼女たちがお墓に行ってみると、すごくびっくりすることが起きていたんです。いません、石が開いております。ではどんなことが起きていたのか、今日これから見ていきます。イエス様が十字架で亡くなられてから3日目の、日曜日の朝早い時間に、イエス様のお弟子さんたちだったマグダラのマリアたち、何人かの女の人たちがイエス様の葬られた墓へ急いで行ってみたんです。ここでちなみに豆知識1、イスラエルの国では日没、つまり夕方お日様が沈むじゃないですか。その日没が起こったら次の日っていうふうに考えるみたいなんですね。だから、イエス様が十字架にかかられたのは金曜日の朝9時ごろで、そして午後3時に亡くなられたんですけど、金曜日から数えて今日曜日が3日目って言いましたけど、金曜日の日没で太陽が沈んだら次の日って数えるので、金曜日の夕方で次の日、土曜日の方に向かって2日目、そして3日目って数えるんですね。こういうことです。ちょっと豆知識ですか。とにかくイエス様が十字架で亡くなられてから3日目の日曜日の朝早い時間に、イエス様のお弟子さんたちだったマグダラのマリアたち、何人かの女の人たちがイエス様の葬られたお墓に急いで行ってみたんです。で、ちなみにその頃のお墓は岩をくり抜いて作られていました。くり抜いて穴を掘るというかね。で、
そのお墓の入り口はこういうちょっとユミちゃんが塗ってくれた絵ですけれども、お墓の入り口のところに直径2メートルぐらいの丸い大きな石をこう置いて塞いでたんですね。そしてこの大きな石を転がすためには下にレール状の溝が掘ってあって、ゴロ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 と動かしていったということなんですね。女性だって動かせないわ。ねえ、本当にあれ開いてるじゃない、助かってくれる。そうそう、そういうことなんだけど、先に言ってくれてる人がいるけど感謝します。で、マリアたちは道の途中でお墓の入り口のこの大きな石がですね、誰かどけてくれるのかしら、私たちでは思いかもしれないわと思ったかもしれません。ところがやっとお墓に着いたマリアたちはあっと驚いてしまいました。なぜかというと、お墓の入り口の大きな石がゴロンと横に転がっていたからなんですね。それでマリアたちは大急ぎでお家の方に戻っていって、イエス様の弟子のペテロとヨハネにこう伝えました。誰かがお墓の中からイエス様の体を取っていってしまったとみんなに伝えたんです。するとそれを聞いたペテロとヨハネはと思ってですね、すぐに、お墓の方へ走っていきました。そんなことってあるんだろうか。先にお墓にたどり着いたヨハネがお墓の中を覗いてみると、イエス様の体を包んでいた布が置いてあるのが見えました。その2、ペテロを思い切ってお墓の中に入ってみたんですけれども、するとイエス様の体を包んでいた布しかなくて、イエス様の体は布からすっぽり剥げたようになって、そういう跡があったんですね。イエス様の亡くなったお体はどこにも見当たりませんでした。それでヨハネも続いて後からお墓の中に入ってきて、それを見て、あ、イエス様はよみがえられたんだと分かりました。そういえばイエス様は十字架にかかって亡くなられる前、こういうふうにみんなに言ってたんですね。私は十字架にかかって死にますが、3日目によみがえります。確かにイエス様はそういうふうにおっしゃってたなっていうのを思い出したんです。さてその日の、夕方、弟子たちは家の戸をしっかりと閉めて閉じこもっていました。なぜ閉じこもっていたのかというと、イエス様を十字架にかけた人たちが自分たちのこともそう捕まえに来るかもしれない、怖いと思ってですね、みんなでこう閉じこもってひそひそしてたんです。すると突然弟子たちの真ん中に何が起こったと思いますか。恐怖、何が、恐怖、恐怖が起こって、わーってみんな騒ぎ出した。精霊降臨。恐怖。恐怖、あ、強い風。恐怖じゃなくて恐怖。いろいろな意見がありますが、この場所にですね、答えはこのようです。なんとですね、イエス様が突然、ドアが閉まってるのにパッとみんなの真ん中に現れたんです。どうしてでしょうね。蘇られたイエス様のお体はワープすることができるっていうか、ことですね、瞬間移動。瞬間移動とかこう空間をパッとね越えて、扉とか壁とかもパッと通り抜けてくることができる不思議なお体なんですね。そういう新しい体に変わっていたと分かります。でイエス様がね、こういうみんなの真ん中に現れてこう言いました。平安があなた方にあるように、こういうふうに言葉が出てくれました。で周りの弟子たちはいきなりイエス様がですね現れたのでびっくりしてしまって、目が点になったというか丸くなったというか、もうびっくりしてしまったんですね。そして驚いた、弟子たちにイエス様は十字架でかかった後の手の釘を刺された跡とかをね見せてあげたんですね。こういうふうに、それでみんなは、あ、確かにイエス様だ、イエス様は本当に前におっしゃっていたようによみがえられたんだということで、弟子たちの心には喜びがあふれてきました。で、イエス様は前と変わらない優しい瞳でみんなを見つめてくださいました。あなた方に平安があるようにともう一度おっしゃって、あなた方はこれから私のことをみんなに伝えるのですよとお話になりました。ところでですね、この時一人の弟子だけがこの場所にいなかったんです。それは誰かというと、そうです、
トマスという名前の人です。トーマト、でトーマス、トマトに似てますね、トマスですねトーマス、トーマスってね、有名なありますけど、トーマって、はい、でトマスは少し後に戻ってきました。するとその戻ってきたトマスに他の弟子たちが、さっきイエス様が蘇ってここに来られたんだよと言いました。するとトマスはどう思ったと思いますか。うわ、本当って思ったと思いますか。え、その3ですけれども、トマスは自分の目でそれを見て、イエス様のお体の傷に触ってみない限り私はそんなこと信じないぞというふうに言ったんですね。さて、その1週間後の日曜日のことです。弟子たちの部屋に誰かが来ました。誰が来たと思いますか。イエス様。そうなんです、イエス様がもう一度弟子たちの前に来てくださったんです。なんで来てくださったんだと思いますか。トマトがいなかったから。そうですね、ちょっとあの名前が少し変えられていましたけど、今トマトが、そうなんですトマトとちょっと間違えてね、トマスが1回目の時いなかったから、もう一度トマトじゃない、トマスがいる時にあのちゃんともう一度現れてあげようってことで、イエス様がね、あのもう一度来てくださったんですね。本当にトマトが来てしまいましたけど、で、トマトはイエス様はですね、トマスのいるところにもう一度現れてくださって、こういうふうにね、ほら私だっていうふうにポジションを表してくださったんですね。トマスは喜びにあふれて、私の主、私の神ってイエス様に申し上げました。するとイエス様は、あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる者は幸いです。信じない者にならないで信じる者になりなさい。今日の御言葉ですね。トマスは信じなかった、そういうふうにおっしゃったんです。ちなみにトマスっていうと、よく疑い深いトマスっていうふうにこのフレーズをみんな聞いたことありませんか。でかわいそうに疑い深いとかレッテルを貼られちゃった。でもですね、考え方によってはこうすごく、ね、よく確認をしなければ気が済まないっていう慎重な人だったのかもしれない、容赦深い人だったのかもしれませんね。そのこと自体は別に悪いことじゃないと思うんですけど、でもこのトマトの、あ、トマトトマトでちょっとこトマスの前に本当にイエス様はもう一度会えて来てくださって、の本当に私は蘇ったんだっていうことをね、目で見ることができるように、はっきりと信じることができるようにしてくださったんですね。でそのおかげでこのトマスという人、最初は疑い深いように思われたかもしれませんけど、この後ですね、弟子たちの中でも一番遠くまでイエス様のことを伝えに行ったって言われてます。インドの国まで行ったんですね。で今だともう飛行機があるの でさっきもね、この CS の中でみっちゃんとか、あとしおちゃんとか何名かアメリカに行って昨日戻ってきたっていう人がいますけれども、みっちゃん、ヨガちゃんですね。でもその当時は飛行機とかもないし、インドっていうといわゆるその当時の地の果てと言ってもいいようなすごく遠いところでした。イエス様のお弟子さんたちの中でその当時では一番遠くまでこの疑い深いと言われたトマスは行ったと言われてるんですね。それぐらいもう蘇られたイエス様に会って感動して、信仰が燃えて励ましを受けて、この素晴らしい本当の救い主イエス様を伝えたいという熱い思いで、ね、そこまでしてイエス様のことを伝えに行ったってことを言われています。で、トマスは見ずに信じるも、信じないものにならないで信じるものになりなさいってイエス様言われましたけれども、で私たちの人もですね、今イエス様を目に見る、当時のお弟子さんたちも目で見るっていうことはできないかもしれませんけれども、でもね、聖書があります。聖書にイエス様のことが書かれていて、神様の約束の言葉がたくさん書かれています。だから聖書の言葉を通してね、イエス様のことを信じることができます。そして私たちがイエス様を信じ、イエス様の言葉を信じていくときに、その信仰を通して神様はたくさんの技をなし、恵みを表してくださいます。ですからいつも共にいてくださるイエス様を信じて、神の言葉を信じて、さらに進んでいきましょう。では最後に今日の御言葉をもう一度読んでいきたいと思います。聖書さっきのところ読みます。ヨハネの20章の27節です。
最後にもう一度読みましょう。ヨハネの20章27節。それでは、せーの。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。ということで、私たちは本当に信じるものとして、イエス様を信じ、イエス様の言葉を信じて、進んでいきたいと思います。それでは、お祈りします。愛する天のお父様、愛する主様、今日は、蘇ったイエス様ということで、今日見ることができたことをありがとうございます、私たちはいつも共にいてくださるイエス様を信じ、イエス様の言葉、神の言葉、聖書の言葉に立って信仰を持ってイエス様と共にいつも歩んでいくことができ、イエス様のことをたくさんのお友達に伝えていくことができるようにとしていってください。お願いします。今日の学びをありがとうございます。この後の文献も豊かに祝福してください。すべての栄光を主にお返しします。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではハレルヤを賛美していきます。みんなぜひ立ち上がってください。ぜひ立ち上がってください。その子さんが何がいいの、何が聞こえない、ちょうだいって。何やってるの、これで通って、何やったの、なくなっちゃって。私たち一同と共に、常しゅうばでも豊かに語りますように。